大物釣りの一番面白いところはもう上がるか上がらないか、これはもうかけてみなければ始まらないと。でかかった瞬間にもうこれでかいと思った魚も数々あります。思った瞬間切れるやつもいる。ちゃんとやり取りなんとかこらえてだん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 魚が上がってくる。あのセクションセクションでもう全部その時の自分の心境が、あのロッド握ってどのぐらいのドラグでいいのか、テクニカルレバー巻き上げスピードこれでいいのかと、あの自分で気にしながら調整しながらと釣っていく。で水面にポーンとでっかい魚が浮いてきた時のギラギラとか、あのまた種類によっては水面にボーンと浮くような畑のでかい魚もいるんでね、やっぱこの上がるか上がんないかというギリギリのスリル、そしてやったこれは取ったなと思った時に水面に上がった時の魚の魚影や銀鱗、そしてボーンと上がる姿、まあ、これがもうたまんないですよね。これを一人でも多くの方にね、やっぱ味わってもらいたいんで進めていきたいんですが、そう簡単にいかないのがタックル。やっぱりそのあまりちっちゃいタックルではできないんで、せめて3000というサイズは欲しいですよね。で自分なんかもあのいろんな電動リール使って大きい魚を釣ってきましたが、1000でカジキを釣ったり6000でマグロを釣ったり、電動リールっていうのは力任せに巻けばいいというもんじゃなくて、やっぱりその自分が少しでも工夫しながら調整しリールをフォローする。逆に自分の体力がなくなってきたり体勢がきつくなった時にはリールのドラグを緩めてリールにフォローしてもらう。これを持ちつ持たれつの状態でやってくると意外に小さなリールで大きな魚が上がるんで、身近なんでイカやブリ、ヒラマサ、マダイ、こういった魚を狙っているタックルで3000あれば泳がせ釣りにも挑戦できるというのをこの海で証明していきたいと思います。今回ホースマスターの3000には E の5号を巻いて泳がせ釣りをやったんですが、結構力強い魚にも十分耐えてる。探検丸スクリーンがついてるんで探検丸を見ながらの釣りにはもう持ってこい。秋なんかに落とし込み釣りっていうのをイワシの群れを見つけて、こういった釣りでもうこの探検丸見ながら使っていけるんで。さあホースマスターの3000、探検丸の液晶画面見ながらね、今泳がせ釣りやってます。海底、形状、そして水深見ながら根掛かり、あと根ずれ、こういったトラブルを防ぐように。今回使っているリールがコースマスターの3000。あのこのリールでよくやるのが落とし込み釣りとか、近場であればイカ釣りなんかでも多くの人が使ってます。このホースマスターが新しくなりました。ムトキモータープラスはあのレスポンスがいいんで、かけてから巻き始め、それが好きです。海底付近だけフルドラグで上げてくる途中は針外れをしないように少しドラグ緩めて巻いてます。30m、 よいしょ、いや、壊れたかな。強化ギアシステムでこの初期状態、とってもいい状態がね、あの長持ちする。さあ来ました。
フレ台。どんなにでかい魚でも海面付近や中層でかかった場合はあまり怖いことはない。一番怖いのは岩礁地帯の海底付近でこのでかい魚がかかった時、どうしてももう竿は下向いてますから動きが取れないです。この時に釣り人は耐えるしかない。耐えてる時にただ竿を持ってじっとしてなく、1メーターでも50センチでもこの海底の糸が擦れてしまうであろう危険地帯から魚と仕掛けを離して安全地帯に持っていきたい。そこで頑張んなきゃいけないのがギュッと締めたドラグ力、1メートルでも50センチでも巻き上げてくれるモーターの力、さらにこういったリールの力をフォローしながらラインを切れないようにというこの竿のしなやかさとパワー。ここでもう海底付近、もう釣り人が動けない、どうにもなんないところをタックルで補ってもらい、少しでも危ないところから離してからは慌てないで、今度は針外れがしないように自分でドラグ調整しながら巻き上げるスピードを変えて調整して持ってくるというところなんで、かかった瞬間の一番やばいところはどうしてもそのリールのパワーやロッドに頼ってしまいますよね。その後針外れしないように、あと海底付近で傷がついたであろうライン、それをフォローしながら巻き上げスピードを調整して口切れしないように持ってくるという、そこが一番なんか自分でやってて肝な部分な気がします。ああ来た、くわえてる。ああ追われてるよ。バンディット BG 結構こうギューッと入っていってもきついところでまだ入っていく、でいよいよ強くなる部分が自分の手元に近いので負担が少ない、ですから体勢整えやすいんです。初めて泳がせ釣りやっていく方にとってはちょうどいい調子になっていると思います。もう来ちゃうよ。今回使ったバンディット BG には3タイプあって、硬さは M、MH、H と、イカレール釣り場の海底形状、ものすごい起伏の激しいところとか駆け上がりなんかであれば少し硬めの H、MH を使って、で砂地とかちょこっとした岩礁がちょこちょこと根がある、そういった場所では M を使うといいと思います。ただ海底付近の形状だけではなくて自分の体力に応じて少し曲げた方がいいなっていう人には柔らかめ、体力のある人、力のある人は MH から上の H、 こういった選び方もありますね。結構泳がせ釣りでも水深がバラバラで深いとこからこの強烈な引きをかわしながら重たい魚を引っ張ってくる BT マスター、あのリールの性能をさらに引き出すことができますよね。
げちゃう。大丈夫。もう泳がせで10キロぐらいまでの魚はこのホースマスターの3000でグイグイガンガン釣ってこれるんでね。あとちょっと工夫すれば20キロ30キロも狙えますから、あの初めて泳がせ釣りをやられる方、ぜひあの身近な釣り場で使えるホースマスターを使っての泳がせ釣り挑戦してみてください。